ですけど、まあ、少しちょっと受精が安定してないからか形が奇形なので、まあ、シャインマスカットと同じように 3.5 センチにしていきます。草先 3.5 センチですね。まあ、手摘みする方もいらっしゃいますし、こうシャーッと下ろすような道具があるので、なるべく消毒もしたりですとか他の作業もあるので、こう効率よく進めていきたい作業になります。ちょっとこれね、はい、今日じゃあこれとかもね、まだ開花前ですけど、ヴェデリンはピオネは満開から、3日で目安でつけていきます。これがピオネでした。ベリーエですが、ベリーエの花水がここにあります。これをジベレリン処理するために花切りをしていきます。まあ、およそ本とかは10センチのと乗っているんで、まあ、大体それくらいにしていくんですけど、まあ、もう少し小さく8センチぐらいにはしてますかね。まあ、500グラムぐらいのブドウを作りたいと思ってます。これをジベレリンつけていっていきます。草先はつけた後にちょっと印としてまた切り取るので、こんな感じで、まあ、ハサミにもマークをして10センチ、そうですね、8から10センチぐらいにしてますね。これがベリーエーです。3、2、1チャンネル登録よろしくお願いします。